収入はちょっと低くなったんだけど、うん、環境分野を自分の好きな自転車っていうところに変えたす。仕事 YouTube だったのをちょっとかぶせれば好きなことで仕事もできるし、うん、かつ自分の活動もできるし。 Hey you guys, thank you so much for checking out Chris's t m a room. 今日は YouTuber のケンタさんに来ていただきました。どうもありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。ケンタです。どうも。 ンタさんはもう本当に YouTube にロードバイクとか自転車って入れたらもう本当にね必ず上がってくるんじゃないかと思うんですけどもどうやってンタさんが今本当に YouTube もやってますしいろんなところでね活躍してて本当に好きで得意なことで本当に自由にね好きな時間好きな場所で働けるようになってどうやって。 まあその生活、その働き方にシフトしたのかっていうのをお伺いできればと思います。うん、はい、ぜひよろよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますじゃあもう早速なんですけれども、はいどんな手がやっぱケンタさんって言えば自転車っていうイメージがあるんですけど、はいはい、どうなんですか。やっぱ子供の時から自転車大好きだったんですか。そうですね。あの僕が自転車を始めたきっかけは、うん、僕は大学生の時に、うん、がきっかけです。はい、で、大学の初めての友達が自転車すっごい好きで。<laughs> で彼の影響でククロスバイクを買ったんです緑色のこういうフラットバーのハンドルうん、うん、それで片道1 5キロの自転車通学を始めて片道1 5キロ,キロじゃあ毎日3 0キロ毎日3 0おーおーめっちゃ痩せてたその時めっ <laughs> ちゃてたから <laughs> そうなんだけど<ー>それをきっかけでやっぱりクロスバイク速っみたいな、うん、今までママチャリしか乗ったことなかったんだけどめちゃめちゃ速いしめちゃめちゃ気持ちいいしあの朝とかも通学学学校行く前に 15キロ走ることですごいフレッシュな気持ちで大学行けるみたいな感じで、うん、すごいね<ー>あの自転車の魅力をそこで気づいてそうだだったんそこからハマったってそうなんだ、うん、そうなんだよねでそのじゃあ YouTube をスタートしたきっかけは、うん、えっ、ー、とね YouTube スタートしたきっかけは、うん、大学4年生もう卒業、はい、就活が終わって、うん、で、えー、これから就職しようって時の その時に、うん、僕に、ね、TV を見て始めたんですね今ねもう何百万人ってチャンネルがいるけど、うん、その時はまだ10万もいってない5万とか6万とかそこらかな本当にこう彼もまだ始めたてか、YouTube、日本の YouTube の中ではちょっと人気が出てきた頃に僕はそれを見て、うん、同じぐらいの年齢かなと思って、うん、あ僕ぐらいの人で面白いことしてる人はいいんだなみたいな感じで思って。うんうん で試しにやってみようと思って僕当時大学の時ダンスをずっとやってたんですけど、はい、ダンスのその記録を残すために文化祭とか、うん、ビデオカメラを学校で持ってて、うん、それでこうはい、はい、学校のビデオカメラで自分の動画を撮ったのが初めてのきっかけ あじゃあそ YouTube スタートした時は自転車を撮ってるっていう感じじゃなくて、うん、全然違うんだよね <laughs> ダ,ンスのダンスの動画を撮って、うん、で僕の動画をさかのぼると実はそのあとしかも全然僕出てない知らない誰かよく分かんないその時の同じンダンス部の友達の動画とかが残ってて、うん、その後にいきなり自転車の 動画を撮ったわけじゃなくて例えば「激辛カップラーメン食べてみた!」とか「まさザ・ザ・ユーチューバー」みたいなこういうことをヒカキンの真似をしてレビューするとかいろんなことをやってたんだよねでその時にたまたま僕大学の時にピスト買ってクロスバイクを持ってたんですけどピストも新しく買ってそのピストを卒業する前 y o u t u b e 始めた後に僕このピスト乗ってるんですみたいな感じで紹介したら。 その動画が僕まで数百人とか千人とかそこらの時に1万ビューぐらいバーンって上がってすごい、ね、わーっと思って、うん、自転車すごいみんな興味あるんだと思ってはい、はい、でそこからコンスタンスに自転車の動画をトントントンと上げていったら、うん、気が付いたら今の自転車チャンネルみたいなになっちゃったっていう感じで じゃあもうスタートした時はそこまで自転車系のユーチューバーっていうのかな、うんうん、全然なか要は僕が多分初めてだったのかなもしかしたらいたかもしれないけど、うん、そのいわゆるブルーオーシャンって言い方変だけど、うん、まあいわゆるレビュー系とか、うん、大食い系とかいろんなユーチューバーいると思うけど自転車系っていうのはほとんどいなかったんだよね、うん、まあ変な話ライバルがいないって言い方は変ですけど、まあ、やってる人がいなかったから例えば。 検索すするじゃなないですか、うん,なんかロードバイククロスバイク興味あるなクロスバイクおすすめとかって検索したら大体僕にヒットするので<ー>まあだんだんだんその見てくれる人が増えてきてでまあその今のチャンネルになったっていう感じな,かな、うん、そうなすごいな,、うん、そんなでも、うん、やっぱり大学行ってたから就活もやってたわけでしょま、うん、まししたためっちゃやりで,でどう そのの時はどうなった大学卒業してめっちゃ気になると思いますねだからやっぱり僕もいきなり大学卒業しても YouTuber になるって感じじゃなくてちゃんともちろん就職をしてえっとサラリーマンとして何年だろ結構長いこと働いてました最初は商社マンですね商社の営業マンやっててでその後にオーディオメーカーのえっとまあ みたいなことをしててじゃあその時はちゃんとなんかスーツとか着てたのもちろんめっちゃスーツ僕ネクタイバーって締めてシュあの、着てちゃんとこう打ち合わせとかで「うん、よろしくお願いします」「名刺こうやってこうやってやってた」と<ー>こういうやり取りもめっちゃしてたし商談とかもやってたうん本んにもう普通のサラリーマンをやりながら方、うん、や YouTube をやってたいや両方やってたっていう状況なんで、うんえー、そっか。うん いやでもさそれをなんか会社の中でね、うん、何やってるのとか怒られなかったああの、ねえー、一応隠してたいた<応>会社の人たちには、うん、その僕 YouTube やってるんですよみたいな話は一切してなかったかな、うん、えっとねまあやっぱり、ね、あんまり会社にてか今もそうかもしれないけど、うん、僕 YouTube やってるんですっていうのは正直ちょっとこうプラスなイメージになるイメージは僕にはなかったんですよね。 なんか何やってんのみたいなとか、うん、あのちゃ,ちゃんとそんなことし,してないで仕事しろよみたいな、うん、まあそういうふうに言われるイメージがやっぱどうしてもあったから、うん、基本的には会社の人には喋ってなかった、うん、こっそり YouTube やってたっていう感じ <laughs> そうなんだ。なるほど。<laughs> でもその会社の仕事をやりつつ YouTube もうまくいって、うん ででごめん、ここですっごい気になる質問、多分他の人も絶対気になってると思うんだけど、<laughs> YouTube から、やっぱ収入は入ってきてたわけ入ってきてますね、それはもちろん、それなりの人数になって、それなりに再生回数とかあれば、まあまあ、それは来ますよあの、僕レベルでも、全然来ます、収入はありました。うん はいそうなんだだからその収入が2つあったと、うん、最初まあそういうことですねいわゆる本職って言い方をするならば、うん、メインの職業いわゆるサラリーマンがメインだとして、うんはい、YouTube は収入源でいうなら副業的な、うんえー、扱いになると思いますだから両方こうわーっとこうやってた正直言うと、うん、サラリーマンってこう上がんないんですよね まあ全部じゃないと思うけど大体はだん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 こう上がってくるとかなだと思ったけど、うんはい、YouTube に関してやっぱり伸び率はどうしてもこっちの方が高かったですると。そうと、ね、こ,ここがこんぐらいのスピードだとしたら YouTube はこんぐらいのスピードみたいな感じうんやっぱり伸び率はやっぱり YouTube の方が僕の場合は良かったですね、うん、まあ僕もっと仕事頑張ればもしかしたら <laughs> もっと伸びたかもしれないけど、うん、でも、はいうん、やっぱその後 YouTube を選んだんだでですすよねねそうですねやめました<う> 2>, 2年前に、うん、いや大体2年前にやっぱり「会社として仕事をしてます」うん、で YouTube も続けたい、うん、どっちか捨てるのはちょっとまあ YouTube を撮るのは僕当時やっぱり彼女がいたので、うん、今の奥さん、うん、結婚を考えてたので、はい、やっぱりまだそのまあ今もそうかもしれないけど YouTube だけで食っていくっていうのは彼女に言うのはちょっと言えなかったかな、うんうん、彼女は結構やっぱり心配性だしやっぱ安定志向なのでほとんどの人には安定を求めるじゃないですか、うん、僕もやっぱり安定した方がいいと思うし、うん、なんだけどあのとはいえ大好きな YouTube 大好きな自転車やめたくない、うん、っていうで結構悩んだ時期はもちろんありましたねか、うんはい、だまあ2年前に思い切りました僕はもうあのいいやっちゃおうと。 行こうすごいそれについてちょっとじっくりね聞きたいんですよやっぱり正直でね直、うん、安定奥さんになる可能性がいる彼女がいてね安定している収入がある中で、うん、そのす YouTube を選ぶっていうのは何やっぱり周りからの。 反対とか親からとかかか親らそうい、ね、うあるあるあまあいろいろありましたよやっぱり、うん、僕の中でもどうすればみんなが納得してもちろん僕も納得して、うん、その今の仕事とかあのみんなのあ仕事を続けられるかっていうのを悩んだ結果、まあ、たまずはどうやってじゃまず仕事を辞めたかというと仕事を辞めた後ユ、うんうん、y o u t u b e 本で 今やってるわけではなくて、うん、あの自転車のメディアがあるんですね。はい、フレームっていうね、まあ、うん、いろんな自転車ってメディアの会社があると思うんだけど、うん、雑誌とかいろいろあるんだけど、うん、えっと仕事ユーチューブだったのをちょっとこう被せられる仕事を探したんですよね。はいはいはい,はい,はい、はい、今完全に別れてたからあの両方とも頑張らなくちゃいけなくて忙しいんだけど、ちょっと被せればまあその分この仕事量が減るとかではなくて、まあ、うん えー、好きなことで仕事もできるし、うん、かつ自分の活動もできるしメディアっていう、まあ、大きな媒体であれば今まで僕個人ではあのできなかったメーカーさんの、うん、例えば社長に会うとか代理店の社長と友達になるとかおしゃれなこの、ね、自転車のウェアメーカーの人と絡むことができるとか。 いろんな面でプラスになると考えたんですよね。うん、それすごい賢いね。本当ですか。いや、ありがとうございます。すごい賢い。だから、<laughs> その安定してる、今まのそのオーディオメーカーとかのサラリーマンの仕事を。辞めるっていう感じじゃなくて、うん、収入はちょっと低くなったんだけど。うん、環境分野を自分の好きな。そう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 。自転車っていうところに変えたと。変えたんです。メインの。うん。 はは正直落ちました最初でも重要なのはそこじゃなくて、うん、やっぱり自分になって後々プラスになるのは何かなっていうのを考えた結果、うん、多分僕が個人で例えば僕 YouTuber なんですって言って自転車の社長に会いに行くなんて結構難しいんだけど、うんね、自転車のメディアです、うん、メディアとして一応メンバーで働いてるので、うん、取材させてくださいみたいな話だと、うん、まあ大体 OK そうだあーメディアさん何だフ,レフレームっていうんですフレームさんですどうぞとかあ うん、っていう感じでどんどんこういろんな要素でまあプラスになっていくるで、うん、プラスその自転し、まあ、ちゃんと会社で働くことによってベースが一応ね入る、うん、ここがまあいわゆる安定ポイントみたいな、うん、彼女にとって、うん、もちろん親にとって向こうの彼女の親にもとっても、ね、YouTuber です僕結婚考えていますみたいなのはちょっと親的には、うん、いやどうなのって心配しちゃうじゃないですか、ね、僕が親だったら絶対ダメって言いますよ。うん、なんだけど、あのー やっぱりちゃんとベースでこういう仕事をしていてその上で YouTube でも活動してますっていう言い方をすれば、うん、全員納得してくれま,し、ね、うんまあなんかこういう感じで仕事をシフトしていく前ですよねにやっぱりそのしっかりしたオーディオメーカーを辞める時とか、うん、ねだからどうなしっかりした会社員にならないといけないとか、うんうん、ね ね、うまくいかないよとかうでそういう恐怖はう、ね、が出てきた時どうやって対応したんですかそう、ね、難しいですよねやっぱり基本的に本当に you でく YouTube で例えるならやっぱり好きなことで生きていくって本当に生きていけるのかどうかっていうのはやっぱり分かんないしその例があんまりないから本当一握りしかないからうん、うん、僕も正直 不安だったし、うん、会社にちゃんと詰めた方が安心だと思うんだけど、うん、意外になんとかなるってい言い方してもいいかな意外になんとかなるってい言い方していいのかわかんないけど、うん、僕も最初もちろん不安だったし、うん、あのまあ本当にちょっとまあもちろん結婚を前提とした彼女がいる中で、うん、彼女もちゃんと安心させないといけない家族も向こうの家族も安心させないといけないっていう状況の中で。うん あのやっぱりこう一番のベストな選択っていうのは何かなと思った時に、うん、もちろんみんなも大事だけどやっぱり一番大事なのは自分だから、うん、自分がやっぱこう何て言うんだろうな、うん、まあ楽しくないとっていうか、うん、本当にこう楽しくライフワークバランスじゃないけど楽しくできる仕事じゃないと続かないっていうか、うん、結局みんなもこうなんか なんつだろうな <laughs> 話がうまとまらないけど、えーうん、意外になんとかなることが多いと思います僕の場合は。<ー>ただ一<ー>本<ー>よし、まあ、仕事辞めたら YouTube 一本でやらなくちゃいけないかなっていうふうに思わないで、うん、あのもっと選択肢はいっぱいあるから僕みたいにちょっとこう近い仕事をしてみるとか、うん、えっとなんだろうな まあベースを、まあ、アルバイトでもな,んならいいいと思いますよ全然、うん、好きなことであれば、うん、やりつつことをやっていくっていうふうに最初はやってってもいいかもしれないです、うん、でだんだん自分が仮にね伸びてきて、うん、だったらもっとさらにステップアップして大きなチャレンジしてもいいと思うけど、うん、やっぱり最初は不安な状況があると思うんで僕的にはいきなり YouTuber っていうよりかは、うん、一応ベースを確保しといた方が みんなのためにも自分のためにもいいとは思ってます。うん、それがただ全く関係ない仕事というよりかはちょっとでも触れた方が自分も幸せだと思います。でもそうやってスイッチして、うん、ね、二年前にそのね会社もスイッチして、うん、まあフレームにて今はまあ本当にどういうね、うん、ライフスタイルとかワークスタイルになっているの、うん、か。 そうだよね。今は、うん、えっとね、まず仕事の場所は選んでない。選べずに働けてます。うん、あの別に家でもちろん仕事してるし、壁、うん、で仕事してもいいし、ね駅のこのなんかホームとかでこうやってやっても別にいいし、どこでも仕事ができるから時間が本当にたくさん作れるようになかったんですよね。うん、本当にこうあの。 通勤とかのそういったいろいろあると思うけど、うん、もう全部全て自分の時間にできるので、うん、仕事の時間も自分で、うん、え決められるタイプ仕事の時間そうもちろんプライベートの時間も全部自分で決められるまあそのいろいろ自分の生活を自分でこうコントロールすることができるようになったのは結構大きいなと思います、うん、あ,とあとは自転車好きの人たち、うん、有名な人たちしかり別に 友達でも何でもいいんですけど、本当にたくさんの人と知り合うことができて、うんうん、めっちゃそれが嬉しいってですかね。すねそ,うそうであとはまあそういったこともあって、うん、まあ自転車が多分まあスイッチする前よりももっともっと好きになってます。どん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 ,どん好きになってる、うん、ますね。今僕自転車6台持ってるんですけど、<laughs> 6台だ。すごい。場所さえあればもっと欲しいぐらい。うん、本当に。 あの乗ることも好きだし組み立てることも好きだし見ることも好きだしまあもちろんおしゃべりですその自転車の話するのも好きですけど、うん、やっぱねあのどん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 自転車が好きになってっているところもまあ本当に良かったなってポイントですかね。はい、すごいねそうなんですよなんかね結構まあ本当良かったです <laughs> <ー> <laughs> 本当良かったと思ってなんか何年前の自分数年前の自分にアドバイスとかあったらどういうこと。うん えっっとね、ま、迷わず行けって感じあとは継続は力なりって僕結構自分の座右の銘み,みたいなのあるんだけど、うん、やっぱりあのー、やっぱちっちゃいことでも続けてるとやっぱり大きくなるんですよ、うん、どんなことでもうん、うん、僕の YouTube チャンネルだって最初だって10人20人100人とかだったんだけど、うん、やっぱりその再生回数とかじゃなくて、うん、普通に自転車が好きで動画をこう あの上小さいことだけどやっぱり積み重なって大きなことになることがっやっぱりほとんどだと思うから、うん、やっぱりね続けることと、うんまあ、思い切りっていうのは意外に大事なんじゃないかなって思います。きっととななんんんかかるささが うういうふうに生きていくやっぱ覚悟が必要になって、うん、リスクを取らないといけないっていうの、うん、あると思うんだけどねマジで本当に自立してて、うん、されてるでだか健太さんがなんかこういうマインドは持ってないと思、うん、ってた方がいいとかこういう習慣を身につけた方がいいよとかこういう生き方をしたい人にそうね、えー、ちょっとそうだなマインドね、うん、何やってるかななんかあるかな <laughs> じゃ例えばさ、YouTube、続けけてるけど <laughs>、うん 今日やだとかってそそういううういいいな全全然然ああるるどうやってるのないんもしないっていうか僕テレビゲームしとかってます別に僕もそ YouTube も毎日上げてるわけじゃないし、うん、不定期だしそんな別になんかこうもうダメな日は別にダメでいいじゃんみたいなちょっとこう本当にオンオフはやっぱり切り替えるというかうそのメリハリ的なところはあってもいいのかなと思いますけどね。別に あるじゃないですか今日は何か今日例えばこう、えー、この撮影をするから、うん、よっしじゃあ気合入れていこうっていうの当日何かちょっとやる気出なくなっちゃったなみたいな時も多分あると思うんだよね、うん、今日勉強頑張るぞとか、うん、よしゃ今日仕事あるぞってなっても何、うん、かちょっとこう急に今日なんか面倒くさくなっちゃったなって時はあると思うけどえっ、ー、とねそういう時は俺はね結構、まあ、電力で頑張るっていうのもあるけど何、うん、だろうな。 意外にちょっとサボ,サボってるって言い方はちょっとよく良くないからやめとこかへぇーそうなんだ <laughs> 意外と <laughs> 意外にあのー、まあダメな日はダメだから何やろう倒せ、うん、ダメな日を頑張っても70%ぐらいしかできないから、うん、かそっから60、しかだからやれる時に120、うん、130、なんならできるぐらいに調整しといて、うん、ダメな日はもちろん仕事ならねちゃんとやるけどまあ。 頑って言ったら無理が出ちゃうから無理せずに本当にこう自分が一番大事って言っちゃうんだけど絶対こう自分を本当大事にした方がいいと思う本当にじゃあそのできない自分を許すとか許す心もしょうがないよなそうそでそうみたいなもうねいいんですよだって僕も例えば自転車で2 0 0キロ3 0 0キロ2 0 0キロとか走ったことあるんですけど そのチャレンジしたとして誰かが「あちょっと100キロ疲れちゃったなでもでもやっぱ200キロやるからには頑張ろう」っていうのももちろんいいんだけど「いいじゃんダメだったら次で」みたいなぐらいの気持ちでやった方が多分リラックスして何でもできるし冷静にこう判断もできると思うからもちろんね決めなきゃいけないところは決めなきゃダメだけどあの必ずも全部決めなきゃいけないとやっぱり疲れちゃうからまあ,ある程度ちょっとこう波を作ってあげた方が 人生うまく気がす、いく気がするっていう言い方いんですけどね、うん。そんな気がするい<や>勉強になったす。いやいやいや、全然、真似しないでください。ね僕 <laughs> でもまあ、本当にいや。頑張る、頑張る、頑張るといつかバックが自分に来て疲れちゃうから。うん、頑張る、あ、ここはちょっと、まあ、ちょっとうまく。流そうみたいな。うん、次こっち頑張ろうっていうぐらいにバランス取るぐらいが。 人生ちょうどいいんじゃないかなみたいな感じで思ってますけど。いやーすごい。こんな感じです。いやー本当に計算ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。本当にクイスの部屋これでよかった。ありがとう。ずっと見てくれて。そう本当ずっと見せたから。そういろいろ勉強になるし皆さんも見て。 これからも僕のチャンネルの人は見てねぜひ健太さんのチャンネルもチェックアウトして登録してあげてありがとうございますすごいね同じカメラとか使ってるかそうそうそうこのカメラも同じだしねいろいろ今後も楽しいことを一緒にできたら普通にライドも行きたいし俺キャンプめっちゃ好きだから本当にキャンプとかも行きたいしこれからいろいろできればなと思って 本当に。Thank you so much. I love you guys. Thank you. See you. Next week. <laughs>